はい、モンスター倒してきました。どこだ、ブラックボーンからかな。まだね、骨さんの黒い骨そのままそのままですけど、デスブリンガー使ってこなかったけど何だったんだろうな。鎧などか、何ぞの鎧を落とす、竜の涙を落としたかもしれない。すごい嬉しいこれは。うん、だからやっぱ最初のポポロ草原の骨さんが一番可愛かったかな。で次がキングゾンビは、もういいわ、76か、それでも76か、まあいいや。で次ブラスターですね。スピンレーザーしてこなかった、よかった。いつもレーザー光線で味方全員ダメージとかっていう人だと思うんですけど、まあしてこなかったね。うん、居眠りトンカチとか可愛いの落とすなそうなんだ。マジックハット、かわいいねこれ捕まえればよかったな、捕まえればよかった、捕まえたっけ、当てちゃった。ダークヒール、なんか隣が気になるわ、申し訳ないけど隣がかわいすぎてどうしよう。マジックスナッチャー、魔法ですね、落としてくれるんだ、かわいい。はい、次行こう。でクックル、うん、ブレスは分かんなかったな。千切りね、いきなり包丁持ってくんのね、謎。なんかキャラがよく定まらない、なんか洋風なのにさ、その包丁持ってたりとかさ、クナイ落としたりとか、謎モンスターでした、クックル。とリバーサーですね、闇の世界って感じの、そうリザレクション使うやつだ、そう生き返らせてきてたよ。もしかしたらちょっと実況中は映ってなかったかもしれないんですけど、死んだモンスターをね、生き返らせてくるんですよね、リザレクションで。あと電撃とリムボールを落とす、で首なしナイト、置いてきちゃったやつか。エクトプラズム、デスブリンガー、これまたデスブリンガーなんだ。シルバーシールド、あ盗んだやつだねこれね。とエグゼキューター、このなんかお化けさん系、このなんだ死神系が私ちょっと見分けがつかないな、なんか色違うんだろうけども、ちょっとあんまりちょっと分かんないな、これがエグゼキューター、でも同じに見えちゃう、とあおじさんね、デモンマスター、この動きが超激しいやつメガファイヤーマットブリザード、ちょっとかっこいい感じだねこいついいよな本当に、デーモンロード系、違うな、デモンマスター系、かわいい、これ結構好きですねこれ。とスライド、これ顔なのかな、顔これボタンなんだろう分かんない。でもこのろうそく系のモンスターがこう燃えるのが好き、ゴーっつってちょっと お気に入りなんだよね、かわいい、捕まえればよかったこれ。とあとミストですね、かまいたち、怪しい霧、ちょっと怪しい霧やってきたけど効かなかったから効果が分かんなかったんですけど、なんかちょっと嫌な感じ、これはね嫌な感じです。以上かな、で全部通しました。だけでデーモスの待つところですね、行きましょう。あのそういえばデーモス、こう人の愛がダメだみたいなこと言ってたからね、ちょうどいいメンバーなんじゃないかな、ラウラとダイソンでね。でね、まあ、ネルちゃんはちょっと頑張って突進してもらおう。だけで行きます。あ、なんかボロボロだよ、教会、あ、そこ山の上の教会ってこと、へー、あ、なんだなんだなんだ、くすくすくす、ふふふふねえ怖い、夫婦怖いよね、僕怖くて声も出すのもやっとさ、この顔かわいいな、小バカにしたピエトロもまたかわいい、僕の顔怖さで真っ青だろ、君の顔も真っ青、何が怖い？僕が誰かってこと？僕は怖がっている君さ。
何戦おうっていうの。でもほら心臓がドクドクしてる。触ってごらんよ、君の心臓だよ。怖くなんかない。強がるのがやとだ。怖い怖い怖いよ。心が怖さで破れそうだ。あのさ、信じていることが違うって怖いよね。この世界が本当はどういう世界なのか。君の周りの人が本当は君をどう思っているのか。君の大事なお父さんも本当は君のこと嫌いなのかもしれないよね。うん、違う。嫌いだから黙って城を出て行ったんだよ。うん、違う。お父さんは何か訳があったんだ。でもお父さんはどこにいるかわからない。これからどうなるのかわからないよね。ほらまた怖くなってきた。一番怖いのは何かな。そうか、自分がここで死ぬことだ。一人ぼっちで あらら、怖さでとうとう固まっちゃった。そうだ、怖いよ。お前の暗がりも僕が死ぬこともお父さんが何を考えてるかも。でも怖くても僕はお父さんを探すんだ。お父さんを信じてるんだ。気に入らないな。そんなこと言う僕じゃなかったよ。君は僕だよ、怖がり屋の王子さん。お前は僕なんかじゃない。違う。さすがピエト。出てきた。恐怖のデイモス。遊びはこれまでだ。我が名はデイモス。恐怖のデイモス。解くと我が恐怖を味わうがいい。で、デイモス戦。カマ、カマギリ。あ、ピエトがっこいい。いやでもちょっと小バカにしてるピエトロすごい可愛かったね。すごい可愛かった。というわけで宣言した通りボス戦でドラゴンファング使いましょう。ピエトロといえばドラゴンファング。ドラゴンファング。おお、230か、いいんじゃない。あ、年下、さすが勇敢だよ。恐怖の落雷。全員がすごい。ゲー。ヒールウォーター。ワンちゃん、ワンちゃんごめん。強ー。ワンちゃん超ごめん。甘く見てたわこれ。ヒールウォーター。いやヒールウォーター。いやーマジかこれ。いや申し訳ない、あんなに勇敢に戦ったのに。いやでもちゃんと見てたよ、あの突進を。私はだけどドラゴンフレームやっちゃおう。ドラゴンフレーム。あ、強い強い強い。いいよいいよいいよ、ぜひぜひ全力で。ダイソンボンバー。はい、全力で角刈りボンバー。いいねいいね。あ、強い強い強い。玉切りか。ウィンドシュー。姉さんちょっと弓打ってほしいな。せっかくあれなのに、伝説の弓なのに。ドラゴンファング。ドラゴンファング。ダイソンボンバー。おー全力だ、本当に全力。いいねいいね。ガードしてる。ウィンドシュー。姉さん
さて、一応なんかさっきの怖いからさ、あ、私あれやりたい。セイントアーク。ボス戦といえば個人的にセイントアークなんだよ。セイントアーク。あ、神々しいわ。あ、風の刃。なんだそれ。ウィンドシュー。おい。なんだよ、同じ技じゃん。ちょっとエフェクト違うけどね。風の刃してくんの？メイさんがひたすらまた風で対抗してる。マジかマジか。なんかとやりたい魔法あったかな。かっこいい魔法、かっこいい魔法。アンジェラーク、セイントストーン、クロスサンダー、イオン。雷とかあんま効かなそうだから、特にないかな。ドラゴンファングだな。ドラゴンファング。効きすぎる。十文字切り。十文字切り。強い強い強い。バランス？なになに？ウィンドシュー。透明になっちゃった。あ、効かなくなるのか、この間は。じゃ一応補助魔法かけておこうかな。今更だけどね。ピートロ強いから、アシスタンスでいっか。アシスタンス。あ、また。あ、やっぱ物理も両方効かないのか。あ、出てきた出てきた。じゃあ元祖風の刃を行こう。風の刃。よし。いや全然違う。あ、592。おー倒した。決めたね、角刈り。デイモンさん倒した。すごい。あ、そうだった。ネロ恐れをなして一目散に逃げ出した。申し訳ない。ごめんネルちゃん、動物はダメだ。気をつけよ。グフ、我が恐怖に打ち勝つとは。だが少年よ、侮るな。真の恐怖はこれから始まる。これから始まるのだ。開けた。ピエトロは恐怖の夢を手に入れた。なんだ？あ、すごい。綺麗になったね。恐怖の夢手に入れましたね。あれか。何でもないことへの怖さを膨らます恐怖の夢の塊。いらない。いや、ネルだけが本当にね、悔いだわ。ワンちゃんごめん。いや、すごい綺麗な教会になったな。なんか光も差すようになっちゃって。特にないかな？よいしょ。後ろ側も、よいしょよいしょよいしょ。特にないか。じゃあ、アップして戻ろう。アップしますか？うん、はい。ん？あ、ここか、ここか。何かと思ったわ。いいわ、いいわ、こいつは。はい。いや、戻ってきたな。デイモス今日どうなったんだろう。おじさん、あ、楽しかったかな。え、あ、これでなんか崩れていけるようになるのか。この先には何があるんだろうな。案外かわいこちゃんが待ってるかもしれんぞ。じゃあそうだね、そこも行けるようになったからちょっと行ってみようか。どこに繋がってることやらですね。さて、デイモス教はまだやってんのかな、これ。
あ、デイモス教はもうおしまいです。何か新しい教えをこの私が始めるつもりです。何やるつもり？もうついてこないでしょこの人たち。僧侶さんは何か新しいこと始めるらしいけどね、わしとしてはデイモス教のあの快感また味わいたいな。父が心配してるかもしれないわ。私も帰ろうかしら。あ、これやっぱりあの娘じゃんね。あの変な格好やめないのかな。あ、この人はついてく感じ。おじさんは最近デーモン様がいらっしゃいませんの。え、なんとあなたがやっつけちゃったんですか。そりゃたまげた。デーモン様と僧侶様比べても全く残念なことです。なんか普通の生活に戻りたくなっちゃいました。そりゃそうなるわな。じゃあどうしようかな。鑑定しよう。はい、鑑定しよう。鑑定してお願いします。槍とかは手に入れたんだっけ。おーい、あ、いっぱいある。すごいすごいなこれ。え、これ何。おい、はやぶさの指輪。はやぶさの指輪、おー、はやぶさシリーズ。あ、伝説の鎧。あ、これも鍛えておこう。じゃあサンダーソード。お、いいねいいね。アイアンアーマー。噂のあれですよね。あれじゃん、なんか鉄の鎧とアイアンアーマー同じじゃないかって言うけど、こっちの方が防御力高いんだよね。カースドスピア、ドラゴンランス、お、かっこいい。レパルトクラッシュ、おー、レパルド、いいねいいね。タイガーデパートクラッシュだね。あ、これ、あ、すごい、タイガーデパートショット、すごい。タイガーじゃないけどね。グサの弓、魔法書はガスト、おー、レストランで終わりか。すごいすごい、結構な量だよ。あるな。あ、いいね。そろそろちょっとあのレパルトとかあんまりキャラがさ作れなかったからさ、かわいそうだなって思ったから、ちょうどいいかな。これが女性しか装備できないけど、身が軽くなり動きが機敏になる。世界一かっこいいデザインの弓、マジか、見たい。ごくまれに2回連続で弓矢を放つ、これすごいいいね。で、伝説の鎧、サンダーソード、かっこいい。間接攻撃できそうだね。一マス空いてても平気そう。すごい、青く放電する剣、まれに雷のダメージ与える。おー、で、あやや、あと、カースのスピア、攻撃力は高いが呪われている槍、持つと途端に体が麻痺してしまう。ダメじゃない。全然震えないじゃん。ドラゴンランス、ドラゴンの力が弱っている、すごい。炎のダメージを与える槍で、レパルドクラッシュが斬撃で敵一体を眠らせダメージ、おお。かまいたちを放ち敵一体にダメージ、おお、いいねいいね。で、愚者の弓、狙ったはずの場所に入れない、え、でたらめに矢を放つ困った弓。愚者シリーズほんと困る。うん、これも確か手に入れたのかな、炎の弓とか。で、以上か。はて、グルメパレス来てます。そうだよ、持ってきたよ。そう、そのモンスターくれ。いや、くれないか、どうだ。 いや、どうです。はい、じゃあクックルあげよう。クックルをわしにくれるか。クックルは、洋食か和食。うん、来た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 。どっち選ぶ。洋食、セイジ。完成。おお、料理人セイジが作ったサクサクなタルトが出来上がったようだな。いいね、これ美味しそうだよ普通に。じゃあちょっと、いつもピエトロだから違う人にしようかな。タルト、やっぱこうスイーツが似合うのは角刈りかなと思うので、似合うかな。ダイソン、
では第3位はもう存分サクサクなタルトを食したまえ。のんびり食べるんだパクパク。これは美味しいものです、ダイソンの TV は10回復。あ、TV の最大値が2アップ。補助の力が3。おお。なんだそれは。いいねいいね。TP 上がるの嬉しいね、ダイソンは。さて次行こう。次が誰だっけ。そのモンスターくれ。いやくれないか。どうだ。 いやどうです。レモンマスター。レモンマスターは和食か洋食ね。どっちだ。あー来ないか。さあどっち選ぶ。食か洋食なので、また洋食政治。できた。よりに政治が作ったまろやかなパンナコッタ。おお、結構あれだよね、ベストじゃないさ、普通の料理の料理名ってちょっと美味しそうだよねだけど、ね、そうだ、普通バージョンだから、まあダイソンの反応見よっか。普通バージョンの角刈り、違う、普通バージョンの角刈りのリアクション。よし、ではダイソン、思う存分まろやかなパンナコッタを食したまえ。パッパッ。これはまあまあですなちょっと期待持たせるな。 MP が7回復。なんだ面白いな。いや、いいんじゃないか。すごいいい人なんじゃないか。ほんと、角刈りさん。ラウラさんおすすめだよ。で、最後に。そのモンスターをくれ。いや、くれないか。どうだ。いや、どうです。じゃ、リバーサー行こう。このセリフ超好きなんだよね。まあいいや。リバーサー。リバーサーは、また、あ、洋食か中華か。ああ洋食来なかったな。どっち選ぶ。わけでガスコフ、お尻、お尻にしよう。すごかった。さて、よりにガスコフが作った今までにない雑炊。今までにないシリーズ何なの何なのこれ。さて、この自慢の一品誰が食するかね。ちょっとピエトロにしようかね。さっきからね、ずっと角刈りばっか食べてるから。ではピエトロよ、もう存分今までにない雑炊を食したまえ。ピエトロは今までにない雑炊をゆっくり食べた。むしゃむしゃ。普通の味ですね。そうだよね。MP が10回復か。面白い、今までにないシリーズが。はい、ちょっと見に行こうか。さて、あなんか楽しそうだよ。でも楽しそう楽しそう。いいねいいねいいね。やっぱデモンマスター中に入っちゃうと動き激しくなんないんだね。ジャンプするだけなのか、ここにアクションは。そりゃそうか。今までにここに持ってきたモンスター見れればいいのにね。まあそこまでやっちゃうと大変か。モンスター図鑑あるもんね。うん、これどうなったこんなに崇拝しちゃってるけどさ、どうなったのこの人。あ、我が師デイモス様の念がなぜか届いて今度だ。信者も離れていくし、デイモス教もおしまいかしかし昔ほど恐怖を感じない。これも気のせいなのかの。あー、やっぱちゃんと感じるんだね。
な格好してるけど。ニック機デイモス卿はなくなっちまったようですが、娘はまだ家に帰ってこないんです。でも娘が自分から家に戻ってくれるまで待つもいいですけどね。あ、でももうすぐ帰ってくると思うよ。さっき言ってたから大丈夫だよ、おじさん。これで平和かな、一応。そうだよね。お、大富豪に勝った人にお酒をおごってもらおうとしたら、お金は寄付するですって。あ、言ってたね。あー、危ない危ない。